じゃあですね、スーパーリンドウの展望台まで来ましたんで、今度なんか紙のなんとかっていう展望台、そこまで、そこの間がね、ダートらしいんで行きましょう。でそこのね道もなかなか結構な厳しいものがあったんで、忘れもんないかな、大丈夫ね。じゃあ行きますよ。怖い怖いいやーなかなかすごいね。ゆっくり行きますよ。いやなかなかあれですね。でこのね排水溝がこのところにあるのがね結構ね、まあそれで言ったらあれですね、ここの曲がり角も結構きついね。ここまあいいや。でこれがあって勝ってたからな。よいしょ。なかなかね、落石があったり、あの陥没してたりとかしてね、なかなか道としては厳しいですね。ダートです、本当にダートです。あ、走れるね。あ、やっぱセミブロックタイヤすごいわ。走れる走れる。11キロ。あ、でもダートこの実行で終わり？走れますね、うん、多分あそこは CB では無理でした。こっちか、またこんな道。すごいね。
あ、でも走れなくはない。うん、まあゆっくり行きましょう。うん、こういうとこね、やっぱあれですね、安定性はさすがですな。大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですよ、全然。あ、これスクランブラー？スクランブラー。結構でも厳しいっす。はい、どうも。すごいな、やっぱ。こういうとこはね、路面状況をちゃんと見とかないといかんから。一歩の方は見れないね。ちょっとどっかで一回休憩してえな。疲れてきた。あ、高峰温泉のところよりもこっちの方がきついね、やっぱり。こっちガチの林道じゃんね、これ。
ちょっと休憩。いや、なかなか厳しいですね。よいしょ。ちょっと当初の予定を、変更します。なんとかの台、展望台、紙の台だっけ。そこまで行ったらもう普通の舗装路に戻ります。結構もう疲れちゃったよ、もう。藤岡市に入ってきましたね。ここも冬季は多分全面通行止めなんでしょうね。どっちだ、そっちはまあ行けないか。これ三籠森林公園というとこらしいですよ。さすがにこっからの道はそんなには厳しくないね。あ、さっきまでの道はやっぱきつかった。まあ、森林公園の中だからね、この中はね。お、ちょっとね、ここではやれできないね。片手を上げた瞬間にこうズリッといっちゃったらアウトだからね。ここら辺だったら大丈夫ですね。このくらいの優しい道がいいです。さっきのね、どこまで行くとこまでは結構つらかったっす。あ、全然大丈夫。この辺だったら、このくらいだったら全然いいね。うん、まあ、でやっぱね、ニーグリップはしやすいね。あの、こういう道走るときはニーグリップしっかりするのと、あとまあたまにはスタンディングするかもしれないけど、うん、結構ね、車体をちゃんと安定させるためにはこのグリップパッド、うん、タンクパッドのグリップパッド結構重要ですね。こっちはやっぱり比較的森林公園っていうだけあって、こんなにボコボコしてないわ。あ、あー、なんだ、ほんと舗装路のこの走りやすさ、快適さ、もうたまらんね。信じらんないくらい本当に走りやすい。あ、でまただとか。
すがやっぱあれですね、セミブロックタイヤ。ああ安定性違う、ここら辺、こういうところの道は。うん、滑らねえこれだったらですね、あのニッパラの林道も行きたかったね、これ。おっとまあこの前のリッパのニッパラの林道はね、この前行ったばっかだからね、あれも途中で引き返しましたから CB だったし。これか。